皆さん、4月になりました。いかがお過ごしですか？私は今ここ金華山のふもと長良川の川辺に来ています。いよいよ行楽にもってこいの季節、春到来です。今回の岐阜市情報チャンネルでは、散歩を楽しみながら気軽に出かけられる岐阜市ならではのスポットをご紹介しますよ。まず最初に紹介するのは、長良川の鵜飼文化を発信する拠点として開館以来多くの人が訪れている長良川鵜飼ミュージアムです。長良川の鵜飼は清流長良川がもたらす自然の恵みと、1300年を超えて脈々と受け継いできた人々の営みとが生み出した岐阜市が誇る文化資産です。長良川鵜飼ミュージアムは、岐阜市を代表する伝統文化である長良川の鵜飼の価値を分かりやすく紹介する情報発信の場として通年営業を行っています。例年5月11日から10月15日までと、開催時期の限られている長良川の鵜飼についてオフシーズンにもその魅力を発信しています。織田信長の長男と長良川の鵜飼シーズン前のこの日、鵜匠による鵜飼の説明が行われていました。この催しは鵜匠が実際に鵜を使って鵜飼を分かりやすく解説してくれます。この袋の中にはだいたい 750g から800g、 この鵜飼の大きさでは16匹ぐらいここに溜めることができる。で、引き上げて、揉み上げて、ありがとう。鵜がすごい鵜飼さんにフレンドリーに続いたりとかしてて、もういかにもすごくお互いのコミュニケーションというかリレーションができてるんだなっていうのがすごい伝わってきて、とても見ていてホッとすると同時に楽しかったです。見た？お魚パクって食べたの見た？見た。そしてその他にも、毎月第2日曜日に鵜飼を楽しむためのガイドツアーがあるんですよ。平山さん、よろしくお願いします。こんにちは。このガイドツアーはどういうものなんですか？鵜飼歩きは私たちボランティアガイドが案内役として、鵜匠の住む町鵜飼の里と長良川鵜飼ミュージアムを観覧できるツアーなんです。でこの辺も古い町並み的なもので、狭い路地、瀬古道とか猫道って言うんですけども、そういうとこ入ってきます。あ、本当だ、小さいですね。はい、これが瀬古道。はい、まあ、狭い道って書くんですね。平山さんの楽しいお話を聞きながら、やってきたのは鵜飼の里です。本当だ、すごい。だいたい一軒の鵜匠さんのうちには20羽程度こういうふうに飼っとるんですけども、実際鵜飼に使うのは10羽から12匹を連れて長良川の方へ行って鵜の漁をするんです。鵜飼の里では間もなく始まる岐阜長良川の鵜飼の出番を待つ鵜たちにも出会うことができました。そして鵜飼の里散策の後は、ボランティアガイドが分かりやすく長良川鵜飼ミュージアムの展示物の説明をしてくれます。鵜匠家の一年ということで鮎を取る一年があるんですけども、なるほど、その鵜匠さんの一年間の活動をここで見ることができる、ということなんですね。鵜飼のシーズンは皆さん知ってると思いますけれども、そのシーズンオフでも鵜匠さんはずっと仕事をしてます。これが長良川で、この中に鮎がいて、そうです、これを動かすといわゆるかがり火に鮎が反応して、本当だ、その光った鮎を鵜が捕まえに行くっていう形になりますもので。平山さん、今日案内していただいて、この鵜飼について知ることができて、もう岐阜の文化を学ぶことができました。ありがとうございました。館内にあるミュージアムショップでは、長良川鵜飼に関連するさまざまなお土産品やグッズを販売しています。中にはこちらでしか手に入らない超レアなオリジナルグッズもあります。長良川鵜飼ミュージアムに訪れたなら、ぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。
そして長良川鵜飼ミュージアムのもう一つの魅力はこのロケーションです。ということで長谷川さんです、よろしくお願いします。お願いします。こちら長良川鵜飼ミュージアムですが、ご覧のようにとても景観のいい場所にございます。またこんな天気のいい日ですと長良川プロムナードを散歩がてら歩いて訪れることもおすすめでございます。そのこう春の風も気持ちよくて本当に素敵な場所ですよね。はい、石垣さん、この景色を館内でもゆっくり楽しめる場所がありますので、はい、そちらにご案内いたします。ありがとうございます。はい、じゃあこちらです、どうぞ。長谷川さんに案内されてやってきたのはこちら、景観ラウンジです。金華山と長良川の美しい景観をゆったりとくつろぎながら楽しめるスペースなんですよ。最高ですね。はい、金華山と長良川とこうすごくここのねベストなロケーションを切り取ったような景色で本当にくつろげますね。はい、白木さん、こちらのテラスから見えるあちらの広場なんですけど、この景色を見ながらバーベキューができるっていう特別なプランも楽しめる場所になってます。では石垣さん、はい、あちらガラス張りのカフェにご案内させていただきます。こちらのカフェなんですけど、はい、こちらにあのキッズスペースがあったりして、ご近所のママさんとかがお子様連れて、まあ、ランチにいらっしゃったりとか、あとママ会なんかで利用されることが多いカフェですね。そしてこちらのお店では岐阜らしい季節のスイーツが人気なんですよ。今日は岐阜県産の美濃娘を使ったミックスベリーパンケーキを用意してます。美味しそうですよね。はい、香りもすっごくベリーの香りがして、はい、美味しそうです。これ最高ですね、長谷川さん。この長良川鵜飼ミュージアム、もうただ見学するだけの資料館とは違うんですね。はい、いろんな楽しみ方ができるので、ねえ、いいですよね。続いては金華山の麓へ行ってみたいと思います。ということでやってきたのはこちら、金華山ロープウェイの乗り場前です。そして次に紹介するのがあちら、加藤映像統一記念美術館です。こちらの美術館では岐阜市出身の兄弟画家加藤映像統一良氏の作品を収蔵展示しています。加藤兄弟は岐阜の風物をこよなく愛し、その作品にも多く描かれています。その他、定期的に著名作家の企画展も開催しています。それでは山本館長に展示について伺います。こちらはどういった美術館なんですか？そうですね、加藤映像統一記念美術館は岐阜市出身で、日展というところを舞台に活躍した加藤映像統一両画伯の画業を検証するとともに、まあ、教育普及、地域の芸術文化の振興を願いとして運営を行っています。あのこちらの展示室は第一展示室というんですが、加藤映像統一の作品をテーマ別に年に4回変えています。今回は日展出品作と下絵ということで、お二人が日展に出品した作品の本画完成作品ですね、それと下絵を同時に見ていただくことで、まあ、お二人がですね、名作が誕生していくまでの制作過程というものを、見ていただけるっていうあの展示にしてあります。制作過程を見ることができる。そうです、どんな風に考えていたか、どういう風に仕上げていこうかなっていう、あんまり普段人には見せないような跡を、まあ、下図から汲み取っていただけると、まあ、より本画を楽しんでいただけるかなと思います。はい、館長、こちらすごい仕上がりになってますね。石垣さん、これ何が書いてあるか分かりますか？え、何？これは風神。
そうです、風神なんです。ですよね。はい。風神なんですけれど、実はこれ風神1点だけではなくてシリーズになってるんですよ。シリーズ。はい、シリーズです。はい。ちょっとこちらの作品見ていただいていいですか。実はこの作品、昭和47年に加藤東一が日展に出品した作品なんです。実は前年の46年に自分の師匠である山口芳春がこの世を去っています。多分その悲しみというものもあったと思うんですけれど、東一はそれまで生と死というものに関してちょっと自分の中で漠然と考えていることがあったんですね。その翌日の47年の師匠が亡くなった47年、実は慕っていた兄映像がこの世を去ります。突然です。それもその悲しみというものと生と死というものを身近に感じて出てきた作品がこちらなんです。横たわってる馬に見えますよね。はい、馬、実はこれ擬人化された加藤映像なんです。そうですか。漠然と立っているのは東一本人です。上から衝撃が走ったような赤い線があると思いますけれど、でこの作品を発表して次出てきた作品がこちらです。はい、やっぱり馬ですよね。馬が昇天していく作品なんですけれど、こちらは下に寝ているのが加藤映像本人です。で昇天していく馬を映像に見立てて描いたという作品なんです。この作品、実はこの1点目2点目、もう一つは岐阜県美術館が持っているある行進という作品があるんですけれど、そちらと今見ていただいた風神です。これを4部作合わせて、僕の中では弔いを意味した超歌シリーズって呼んでるんですよ。で最後に三回忌が終わった後にこちらの風神が出てくるんですけど、この風神には実は兄弟の強い絆というものがあるんです。ちょっと苦しそうな人の顔もしますけど、実は指の先見てください、はい、風神が下に向かって指を指してますね、うん、これは実は最後になって弔いの意味だったんですけど、今までは、はい、弟東一が兄貴を殺したのはお前たちだっていうふうに、兄が亡くなる原因を作ってしまった人たちに対する怒りをこの最後の 4作目ですね、うん、4作目に込めて描いたと言われるんですね。この2人の強い絆、まずお兄さんに対するどうして兄は亡くならなければいけなかったんだっていう強い思いと、うん、もう一つは兄貴がいずれ描いたであろう風神というものに形を変えて兄貴の気持ちを、お兄さんの気持ちを多分この絵に込めたんでしょうね。でこれで超歌シリーズは終了するんですけど、翌年この後に出てくる作品が加藤東一の代表作女人という作品なんですけれど、これで日本芸術人賞を東一は取ります、はい、そしてまあ一躍あの日展の方の理事長へというふうに上がっていくんですけれどね。加藤映像東一記念美術館では現在岐阜県土岐市出身の画家村上秀吉の回顧展を開催しています。村上秀夫ですが、色の魔術師と称された画家であります。その色の美しさ、チューブから絞り出した絵の具がキャンパスから盛り上がるように出てくると思います。彼が内面から絵を純粋に描いてた跡というものがその絞り出したチューブから分かると思います。昨年亡くなった村上の画業を今一度ここで感じ取っていただければと思います。いかがでしたか。外歩きが気持ちいい季節、ぜひ散歩がてら文化の香りを感じに出かけてみませんか。